みんな今日からお兄ちゃんとあのジョシーと3人で実家に行きます。そしてゴードは先にお兄ちゃんの家に来たんだけど、なんかジョシーがなんか空港でお兄ちゃんが迎えに行ったらしくて、家で一人で待ってます。あー暇だな。何して遊ぶ？違う、普通に広いよね、オーストラリアの家。なんかさ、日本でこんな家あったら最高だけどな。庭もあるし、ほら庭もある、すごいだろう。そしてニコラたち、お姉ちゃんたちはね、もうあの韓国から帰ってきて、もう実家にいるだけど、ゆるも来てるんで、あの可愛いゆるが実家にいるから会えるのは結構楽しみ。お兄ちゃんたちが帰ってきた。はい、ご飯中はご飯作ってくれるんだって。これ昨日作って今日あと温めてくれるよね。ストミークッキングじゃないけど、ご飯食べて出発する。Because my camera doesn't recognize your face as human. I get that. できたぞ。ジョシーの車で行く。これちょっと小さいけど、ああマーク、マーク X 思い出す。マーク X 売っちゃったからね。寂しい。やっと準備ができたみたいで、この3人で今からダボに向かっていきます。5時間ぐらいかかるから頑張ろう。そしてもうゴードは運転役になっちゃったんだけど、まあ頑張ります。運転の交代、あのなんか3分の1ぐらいしか切ってないけど、最初は混んでて渋滞しとって、やっぱりイースターだからみんな故郷へ帰ろうとするんで、あのめっちゃ大変だった。これからお兄ちゃんが運転して、こんばんは。で、ゴードは隣でアイスを食べる。えい、キットカットのアイスだから、あれ見えた、あなんか美味しいんだろうと思って期待しとったんだけど、ちょっと運転頼むぜ。あの期待しとったんだけど、大した美味しくないこのアイスね。なんだろう、暗くなってきた。ほら田舎、光もなど何でもない、何も見えない。そしてまだ実家に着かない、あと1時間ぐらい。やっと実家に着いた。もう長かった、なんか長く感じた今回は。まあ渋滞しとったからね。ゴードの実家帰ってきたぜ。帰ってきてやった。ゆるがいる。 He's so sleepy but he's been waiting. 眠いのか、かわいい、会いたかったよ、会いたかったのよ。 He's just so shy. まあ今日はこんな感じで、あとはシャワー浴びて寝るだけね。ゆるもう寝ようね。ゆるくんもう寝る、もう寝する。おやすみ、おやすみ。みんな明日も遊ぼうね。明日ね、おやすみ。じゃあみんな、あの明日またね。